アカデミー外国語映画賞受賞作、ヒトラーの贋札を監督したシュテファン・ルツォヴィツキー。アカデミー外国語映画賞受賞作、愛、アムールを監督したミハイル・ハネケ。オーストリアは1961年に初めてアカデミー国際長編映画賞に映画を出品した。アカデミー外国語映画賞はアメリカ合衆国の映画芸術科学アカデミーが主催し、アメリカ合衆国以外の国で制作され、主要な会話が英語以外で占められた長編映画を対象としており、1956年度より設置されている。これまでにノミネートに至ったのは、ウォルフガング・グリュックの38、ビエンナ・ビフォー・ザ・フォール、シュテファン・ルツォヴィツキーのヒトラーの贋札、ゴッツ・スピルマンのラヴォンシュ、ミハイル・ハネケの愛、アムールの4本である。そのうち受賞を果たしたのは、ヒトラーの贋札と、愛、アムールである。1956年よりAMPASは、外国語映画賞を設置し、各国のその年最高の映画を招待している。外国語映画賞委員会はプロセスを監視し、すべての応募作品を評価する。その後、委員会は5つのノミネート作品を決定するために、秘密投票を行う。以下は、オーストリアの代表作品の一覧である。オーストリア代表作の多くはドイツ語が使われている。2001年、2005年、2012年の代表作はフランス語であるが、アカデミー側に提出する際にドイツ語に吹き替えられた。ペルシア語とトルコ語が多くを占めた2009年の代表作も同様である。ありがとうございます。